さんこんにちは、チョコバナナです。今日はですね、こちらじゃじゃん、ミニの8月号を買ってきました。で、本当はこの付録を目当てで買ったんだけど、なんとじゃじゃん、後ろがねジェネでした。裏表紙がジェネだったんだよね。知らなくて買って、ここに付録がついてたんだけど、付録取ったらジェネ出てくるもんだから、こちらはびっくりしたんですが、 X ガールのバックパックが付録なんですよ。今月号920円なんだけど、1000円を切ってバックパック、すごい気になったので買ってみました。まだ開けてないので今から開けていきたいと思います。なんかこの間買ったあのミッキーのこのポケットのやつ買ってきたんだけど、薄い色似合わないかな。ジェネどんぐらい載ってるんだろう、5ページかな。でもね、結構こうインタビューもぎっしり書いてあるので、読み応えがあるのかなって感じです。わ、ゆうかちゃんちのお部屋紹介とかも載ってる。めっちゃ今月号ちょっと後でしっかり読みたいと思います。で、ついてきたのがこれなんだけど、やっぱ服変えよ、服変えてきます。よし、これでいきましょう。さっきの色めっちゃ似合わなかったよね。私の知り合いである欲しい方いたら LINE ください。よし、じゃあこれ開けていきます。お、こんな感じです。あ、結構ね小さめではあるかな。パソコンはねギリ無理だと思う。ちょっと持ってくるパソコン、これが13インチのパソコンなんだけど、開いちゃいました。びっくりー。入った、普通に入った。ちゃんと閉まるわ。いいじゃん、これカメラも多分入るし。入ったんだけど、感動。13インチは入りました。15の方はどうだろうって感じ。13で結構まあまあこうギリこんな感じ。まあこっち側に私はカメラを入れて歩けるから、これめっちゃいいわ。11センチの間違があって、縦が37センチで横が28センチで、この肩紐が最長80センチまで書いてあって伸びるらしいですね。で、中にこうポケットとかそういうのはない感じですね。内ポケットはないです。でもこの外のところにこういうこんな感じのところがあるから、これすごい便利だね。ここにはさ、なんか充電器とかモバ充とか、あとはリップとかコスメも入るだろうし、結構大きい。この iPhone スポット入るぐらい、 iPhone XS がこんぐらい。裏地もわかるかな、こういう光沢感がある感じのしっかりした生地なので、紐とかのところもすぐちぎれるような感じはないし、ここがねちゃんとこうわかる、クッションがあるから背負っててもここが痛くならないものになっているので、これめっちゃいいわ。で、ここに X ガールのロゴが入ってるんだけど、こんな感じです。いや、よかった、これ買ってよかった。思ったよりちっちゃかったけど、パソコンが入るので私は超十分かなと思います。通学用のリュックとかにもいいと思う。で、私はあの缶バッジとかバッジとか大好き芸人だから、バッジもそうだけど、ワッペンとかもここやったら貼れそうだし、なんかいろんなこのカスタムのしがいがあるなって思います。夏だったら海とかプールとか少し荷物がかさばるお出かけにもいいんじゃないかなと思います。というわけで、今回はミニの8月号を買ってきて、 X ガールのバックパックを開封してみました。私は本屋さんで買ったんですけど、コンビニとかでも見たので、ぜひぜひ見かけたらチェックしてみてください。それではチョコバナナでした。バイバーイ。